はようございます。ティアラガールの谷口夏実です。近畿大学3年生です。今日の予報をお伝えします。今日も日本海側は雪で、北陸はどかどかと雪が降り続きます。雪下ろしの事故には十分注意してください。太平洋側は晴れますが、名古屋では雪が降りそうです。関東の気温は6度くらいまでしか上がりません。まだ雪が残っているところもあります。路面の凍結や屋根から落ちてくる雪に注意しましょう。テスト期間中の学生の皆さん、勉強ははかどっていますか？私もまだまだありますが、寒さ対策をしっかりして一緒に頑張りましょう。それでは今日もいってらっしゃい。